何も見えん。じゃじゃん。天才チョです。あ、かわいい。ああ。こっちがいい。チョです。天才チョです。チョ。あれ天才。天才チョの天才肉球です。これ爪だ。肉球見して。天才肉球です。爪牛。手が動いた。チョシャンのさ、ゴロゴロが大きいんだけど、その以前にそのパソコンのフォン音がうるさい。一回電源切って。え？マジで。どうせ再起動なんかすぐじゃん。秒で終わるじゃん。めっちゃ吸引言うとんね、そいつ。止まらんじゃん。ほら。天才チョのゴロゴロ。殴らんで、マイク殴らんで。これくらいキュルキュル言ってる天才チョです。こうやって全身撫でるとさ、うん、手がキュッてなるんだよ。ほら、本当だ。キュッて、キュッて。でもちょっと縁上げすぎとるもんで分からんわ。キュッてなるね、チョシャン。天才チョです。人がさえ縁下げたらなんで手仕込めるの？戻そう。天才チョです。顔がちょっと見えるだけのチョです。実は奥にいた天才ハムちゃんです。天ハムです。なんか妙にハムちゃんの顔可愛くない？どうしたの？黒目が大きい？うん。ハムちゃん、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 ハムちゃん。じゃあノーリアクションだ。よいしょ、よいしょ、はいしょ。ハムちゃんじゃない、チョシャン。天才チョです。あ、いいね。カリン様みたいな顔したね、ハムちゃん。チョシャン。間違えた。あの子供の名前よく間違えるタイプなんで。かわいい。ん？ああ。チョシャン。こんな体勢。よ。改めて見るとでかいよね、この人。でかいよ。私入院して1ヶ月ぶりに帰ってきた時でかーって思ったもん。やっぱでかいわ。でかいよね。でかいね、著者。甘えん坊だけどでかい著者。チロ。この顔。天才著者。著者まだね、サムネ候補がないの。チョシャン、天才、おーい、おーい、天才。沈んだ。どこ行っちゃった。チョシャン、帰っといて。チョシャン、チョシャン、帰っといて。
うん、足が動いた。足がね、落ちてく。ハムちゃんも反対向いてるし。で思ったらマロもモモもいないね。二人とも下か。外見とるな、あいつら。著者も動かせない。お。帰ってきた。ただいま。あ、戻ろうとしてる。落ちるぞお前。お尻も落ちとるすでに。いや、お尻じゃなくて頭から落ちそうじゃない。めっちゃ怖いんだけど俺、これ頭だって頭だってここでしょ。手すりの下じゃん。怖いわ。今日めっちゃ怖いんだけどね、これ。キョヒャン、超音波だけ流してる。完全脱力してる。何これ。どうしよう、足落ちるよ。帰っといで。おかえり。ゴルルルルってながら、あ、サムネ決定かな。すやすや、天才キョです。チョイちゃん首折れとる、ね、ポキ。すごい、あの天才らしさないよ今回。チョイちゃん、チョシャン、ただの甘えん坊になっちゃったね、チョシャンね。カリン様のようなこのお顔。うさぎ。ゆめんか。最近ね、気づいたの。うさぎになる、チョシャン。うさぎ。ゆめんか。ドラえもん。ただの甘えん坊チョです。もう可愛いからいいけど。やらしい子だわ。また向こうに行こうとしてるし。爪尖ないでくれるかな君。なんか強そうだな。ガタイがいい。ジョージャン。さすが天才チョです。ジョージャン寝る普通これで。すごいね、そんな寝方する猫って。何それ。脇がかゆい。かゆ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 。何これ、すごいな。はい、こっちもかゆ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 。そっちはさすがに伸びんか。かゆかゆかゆ。イエーイ。かわいい。かわいいじゃない。かわいい。あ、抱き。腕抱き。かわいい。